まあ、要は馬が思考を使った状態でこうコミュニケーションを取ってあげるとより伝わったりとかするよっていうことを、まあ、一つ目はそれじゃん。でもう一つ思ったのが、馬の習性をちょっと利用するとコミュニケーションが取りやすいんじゃないかなと思って、はい、で馬っていうのはどんな動物っていう時にこう群れを作って、で群れの中にリーダーがいて、でそのリーダーが仲間たちの方向とスピードをコントロールして安全で快適を提供するっていう風に言ってたじゃん、はい、じゃあうちらがやりたいことっていうのはやっぱり馬を動かしたいっていうのがあるじゃん、目的が。そうなるとリーダー方向とスピードをコントロールしてます。じゃあ私たちも馬たちの方向とスピードをコントロールして安全で快適を提供するっていうリーダーになったらうまくコミュニケーションが取れるんじゃないかな。だから馬のリーダーになるとコミュニケーションが取りやすいわけなんだから、リーダーのことを知っとかないといけないよねっていうのも、さっき言った方向とスピードをコントロールして安全で快適を必ず提供するっていう風にやっていくんだけど、私たちがこう知らず知らずのうちにそういう関わり方をしてるなって思ってて、まあ、乗馬をする人とかでも、こう乗馬をした時にさ、こう馬に乗りました、で前に行ってほしい時にお腹ポンって蹴るじゃん、はい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 、で、まあ、前に行ってくれた OK だ、止めたい時に引っ張るじゃん、はい、止まってくれた OK だっていうことをやってるじゃん、はい、これって割とリーダーな役割をしてて、プレッシャーとリリースってよく言うじゃん、駆除、はい、と解放、はい、で馬っていうのはやっぱ快適を好む動物で、まあ、不快なものは好まないから、プレッシャーっていうのは不快なものじゃん、で、まあ、要求するじゃん、で動いてくれたことによって、例えば、まあ、前に行けっていう客の合図で、はい、馬が前に行ったから解放するんでしょ。もうずっとこうやって蹴ってる人いないじゃん前に行っても行ってるのにだから意外とそういう関わり方はしてるなって。だからそれをもっと自分たちが、はい、リーダーの役割としてこういうことをやってるんだっていうのを知っておくと、無駄に蹴ることもないし、無駄に引っ張ることもなくなってくるのかな。だからうまくそういう、なんだろう、コミュニケーションが取れないよって言っていう方も、まあ、中にはいるじゃん。だからそこの折り合いがちょっとうまくいってなかったりとかするのかなとも思うから、私の場合はそういうことが多いんだよね。ちょっと私もです。向きになるとね、ちょっと要求強かったりとかして、なかなか OK が上げれなかったりとかすると、やっぱり馬も快適なわけじゃないから、なんだよって、もう言うこと聞かねえよってなったりとかするから、そういう役割をしっかりと持ってるんだなって自分の中で意識するだけで、うん、もっともっとうまくいくと思うから。そうだから、どういうふうにコミュニケーションを取ったらいいかって言ったら、自分が馬たちのリーダーになって、でリーダーとしての役割をしっかり果たすことをすると、もっといいコミュニケーションが取れると思う、はい、うん、じゃあコミュニケーションを、まあ、リーダーとして取りますってなった時に、具体的にさ、どうやってコミュニケーションっていうか、どうやって伝えるっていう風になってくるじゃん、はい、で多分いろんな伝え方はあると思って、馬って五感がある、まあ人もだけ五感でいろいろ感じてるんだよね。聴覚、視覚、嗅覚、触覚、触ることね、はい、で味覚で主に、使ってるのが聴覚だったり視覚だったり触覚、はい、さっき言った乗馬で蹴るっていうのは触覚に対してだったりとか、はい、あとは舌骨とかも使うんですよ。あ、はい、で聴覚、そう、あれは聴覚に対しての問いかけ、はい、だったりとか、あとはまあなんか私たちがこう物を慣れさせるためのこうバサバサブルーシートをバサバサさせたりとかっていうのは聴覚と、あとは視覚、動くものに対してとか、まあ人の動きだったりとかっていうのに対してこう問いかけをしていったりとかしてて、でまあいろんなものにこう感じてるんだね馬って。でそこに問いかけをしていくから、
でそれがこう毎日同じようにこう問いかけをしていって同じような結果を得られたことによって馬って学習をしていくいうっていう風にしてこういろいろ教えたりとかするんだけど、それを条件付け、難しいのが出てきました簡単に言ったらよ、簡単に言ったら人がこうやって指さすじゃん、だから向くじゃん、はい、あのちっちゃい赤ちゃんにこうやってやっても絶対赤ちゃんって向こう向かないんだよね。うん、でもこうちっちゃい頃からこうあっち見てあっち見てって言って見た瞬間に何かがありましたっていう結果がこう毎回同じように繰り返されるんだよね、はい、日々同じように、はい、ってなったらもう条件反射並みにパッて指さしただけでパッて見るじゃん言いますね。 それを条件付けって言ってこの指示とか、まあ、こういう動きに対して、うん、あ何かあるんだと思って予測して向くっていうのを馬たちにこういろんなことをやってもらうために指示をして同じような結果を与えてこうするんだよっていう風に考えさせて覚えてもらうっていうのを条件付けって言います。はい。うん、まあなんか馬たちに人の合図で条件反射とか条件反応とかを、うん、まあ起こさせるというか、そう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 、そんな感じ。そう、そうやってコミュニケーションというか、うん、まあやってほしいことを伝えていくっていうことをやっていく。うん。うん、ということで、はい、次回。次回今回シリーズ2だったんだけど、はい、3シリーズ3のところでは条件付けについて、はい、また話そうかなと思います。はい